はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート279ということで279週目、いきたいと思います。今週のテーマですね、はい、先週もちょっとね、先週の最後ですね、先週の動画の最後にちょっとだけね、ネタバレっていうのかな、次回予告みたいな形でしたんですけど、類似団体との比較ということで、まあ貯金と借金っていうね、まあ非常にわかりやすいデータになりますので、まあここですね、類似団体との比較を今回はねしていきたいなというふうに思います。あくまでまた復習になります。貯金と借金ですね、もう行政の言い方としては貯金は基金っていう言い方をしまして、まあ、借金は基債っていうね言い方をします。まあもしくはね地方債っていうね言い方もしますので、まあここね貯金と借金も僕はね、こういうアウトプットするときはもう貯金や借金っていう言い方するんですけど、まあ、行政内とかではねよくね基金と、まあ、記載っていうね言い方をしております。基金っていうのは3種類ありまして、財政調整基金ですね、減災基金、特定目的基金という3種類が、ありまして、まあ、財政調整基金は何にでも使っていいお金ですね。減災基金は、まあ、借金の返済に使うお金。特定目的基金はもう書いて字のごとくですね、特定の目的にしか使えない基金なんで、まあ、この借金の返済には当てられないと。借金の返済に当てていくのは財政調整基金とか、まあ、減災基金になっていくのかなっていうね、形です。はい。でですね、今回は類似団体との差ということで、まあね、人口面積標準財政規模っていうところの3点をね、引き出して、で、よく似たところを見つけてきました。まあ、いつも見つけてるんですけどね。はい。で、確か山梨県だと思いますね。富士川町、福島県の会津坂下町、三重県多気町、岡山県矢掛町ということで、まあ、この3つがね、比較的まだ近いかったかなと、まあ、人口面積標準財政規模を、まあ、見ていくと一番近かったかなというところで、まあね、ここのね、との差っていうのを見ていきたいかなというふうに思います。まずですね、こう、順番に見ていきましょうかね。富士川町は人口ですね、あくまでこれもね、令和4年度の財政状況資料集の中から引っ張ってますので、まあ、持ってくるところのね、データによってちょっとね、若干の違いはまああるのかな。まあ面積は変わらんと思いますけど、人口は特にね、変わってくるかなというふうにはね、思います。で、都庁としましてはですね、13,616人、富士川町に関しては14,340人ですね、面積は、小豆島町 95.59、112.00。ですね。標準財政規模58億に対して、まあ、50億ということで、まあ、この標準財政規模ってそもそも何年っていうね、何やねんっていう話になるんですけど、まあ、これはですね、まあ、こんだけあったら、まあ、なんとかですね、オタクの町としては、まあまあ、やっていけるんじゃないんですか。何の特色も出さずにやれば、こんぐらいあれば、まあ、財政、まあ、行政運営はやってできんことないでしょう、みたいな数字が、僕はね、標準財政規模だと思ってます。はい。ですね。はい。で、会津坂下町ですかね。はい。14,777人。面積としては 91.59。標準財政規模51.6。三重県多気町ですね。14,203.06。54.7。奥ですね。矢掛町、岡山県ですね。13,438人。面積は 90.62。56.5億ということで、まあ一番近いのが岡山県の矢掛町なんですけど、まあほぼそんなにね、遜色はないところで選んだ、まあ4つの町が、まあ類団かなというふうに思います。あくまで人口と面積と標準財政規模だけでを引っ張り出したデータには、なっております。じゃあ、こっからですね。はい。じゃあ、借金がいくらあって、財政と減災基金いくらあんのかなっていうところの話ですよね。はい。小豆島町 94.9 億に対して、富士川町 99.3 億。はい。まあ、本当に似てますよね。ただ、財政と減災基金合わせて15億3000万円という形です。はい。もう、いいも悪いもね、言いません、これは。はい。データだけです。会津坂下町ですね、借金は 67.7 億。まあ、うちよりちょっと少ないって感じですね。はい。でも、合わせて、財政減災合わせて 7.7 億なんで、まあ、うちと比べるのかなり、少ないような状況ですね。はい。三重県多気町、地方債 54.5 億、もちろん半分ぐらいですよね。はい。で、財政と減災合わせて 41.2 億というところで、まあ、うん、ここはうちと比べてもかなり借金少ないですよね、っていうね。でも同じぐらいは、まあ、貯金がございますかね、っていうところです。で、多気町か。で、岡山県矢掛町の 94.7 億、もう本当に同じぐらいですね。はい。で、財政調整基金、減災
災基金ですね、これも合わせて 49.3 うちよりちょっと多いぐらいで、本当に岡山県の矢掛町はかなりねうちと近いような状況で、まあ三重県多気町に関しては借金が少なくて貯金は同じぐらいっていうところ、会津堺社長に関しては貯金借金少ないけど貯金もぐっと減ってる、富士川町は一緒ぐらいやけど、まあ、貯金がちょっと少ないっていうところで、まあこれこういうね類団とか、まあ、他団体との差とかこういうのね細かく見ていって、今うちとしてはね財政状況としては本当にまあいいと言えるのか悪い方向に行きつつあるのかっていうね、まあ、こういうところもしっかりね見ていかないかんというところで、まあ結構ね、僕もともと PS が BL 見るの好きだったっていうね、数字を見るのは好きだっていうのもあって、まあこういうの結構ね、いろんなところを見ながら、ああ、うちよりいいな、うち悪いな、みたいなところで、まあ今現状のね、小豆島町は他の団体と合わせてどういう状況にあるのかっていうね、理解をしていくことも、まあ大切だと思って、まあこういうのをね、比較的勉強するようにはしております。はい。皆さんも、まあこういうのね、ちょっとね、分かっていただいとったら、非常にね、嬉しいかなというふうに思います。はい。本日は以上です。どうも。ありがとうございました。